うっさ、どうも MC のケーキアニジャです。こんにちは。本日なんですけど、先日かなり申し上げてた Vlog の方をしていきたいと思います。今回隣に妹が乗ってます。お願いします。画角ちょっと最悪だったんで、もう仕切り直しでもう一からちょっと撮ろうと思います。ほんまにヒップホップに関しては方が先やったらいいです。ちょっと本日はこれ原田さん聞こえてないじゃん。今ナビ被ってるからやめた方がいい。最近粗品にハマっている妹子です。シャス、まあそうやな。アーティスト好きな。アーティストそうやで。日本のヒップホップでおる今マジで。ほんまに無難で申し訳ないねんけど、ラナとケシとあとスリーハウス、あとヨーシー、あとサカナクション。それこそさ MC 体操教えてくれた。うわタイソン教えたな。タイソンのギャングスターラブみたいな。結構さアンダーグラウンドな曲も聞くやん。せやな。まあアンダーグラウンドの中でも上の方やけど。これは最近ケイジュとゾーン一番尊敬して好きな音楽のジャンルってさ、うん、いろんなジャンルがあるからジャンルが輝けるっていうかさ、なんか J-POP とかさ、アイドルとかさ、なんかそっちがあるからなんかヒップホップも輝いてるんだって、うん、いろんなジャンル聞くことが悪じゃなくない？うん、うん、悪って思ってないと思うけど、うん、俺はさ、こういう活動をしてるわけやからさ、意識するというかさ、勉強みたいな面もあるから。うん、あ、踏切大好き。お腹空いてない？ペコパやかましい。まあでも海鮮行くしね。感じの駅やな。あ、神社ある。デカ神社ある。もう趣味どの段階でどこまで使ってるか本当に見当がつかへん。いやそう。てかお兄ちゃんが発言しても炎上とかなら、炎上は有名な証拠やから。みんなはどういうお話を聞きたいの逆に。いや、まあ、それをなんか探るみたいな感じではある正直。みんなはさ、うん、友達なん？俺？違う、みんなは、うん、お兄ちゃんの友達なん？そうじゃない？なんかよう分からんけどっていう人もおる。あ、俺ってか大体そういう人の方が多いと思う。自己紹介した？誰に？皆様に。お母さんみたいな雰囲気出してくれん。まあ、今雨降ってるんですけど、ちょっと私は雨の日に出かける方が好きです。昨日散々嫌、最悪とか言ってた。あれは雨って知らずに言ってるやん。わかる？ゲリラ豪雨やん。晴れの日を期待していった雨は辛いけど、まあ雨やったら雨で切り替えなあかんねん。わかる？どこポジティブ？神社ね。なんか推しみたいな集めてるやつおったわ。寺な。思いっきり寺とかいないんだけど。あれ寺と神社、あれどっちなんやろ？なんかハンコもらえるやつどっちですか？神社か寺か。神社？じゃなかったっけ？ああ、今いないやつが断定せん方がいい。物事すべて軽はずみな行動で言ってるからさ。最低や。語彙力欲しいよな。いや、そう。なんかたまに出てくる語彙力あるやん。ちょ、ラランド西田を見てて思う。フリースタイルバトルでもそう。その例えどっから持ってきたみたいな。反射神経っていうか言葉の。アニメとか見るっけ最近？今はあんま。いや、何見てるやろ。最新のアニメ見んの嫌やねん。なんか一話一話更新されていくやつ嫌やねん。まあ全部そうやねんけど、まあ、がっつり見バッて見たい。1から100ぐらいの一気にガーって見たいね。ワンピースたらどうすんねん。アニメ聞かれて何おすすめしてるって言われたら、ブラックラグーンおすすめしてるかも。おすすめ。どういう系のアニメやったり系統を見る？アクションと転生系かな、うん、でも唯一転生系で転スラは見てない。やばいやろ。転生系好きって言ってて転スラ見てないやばいよな。いや分かってる。なんか寄りたいな。どっか神社、あ、なんかデカ神社あるやん。あ、帰り寄ろう、この辺。すごいな。鶴岡八幡宮やん。雨のさ、神社の方がなんか、風情あるくない？趣があるってこと？そう。みんな写真の人撮ってんのって感じ。全部消すね、こんだけ撮っても。俺、あんまりさ、写真撮ら、まあもちろん撮るけど、がっつりいっぱい撮る。だから人と一緒にってなるとさ、あんま撮らへんねん。まあ卒業前とか卒業式の時はめっちゃ撮るけどさ、記念やし、うん、どうせ会うやんとか思っちゃうねん。まあでも結局まあ何枚か持ってたらあの時楽しかったねっていう思い出になるから。どうせ会うやんじゃない、その時の瞬間を記憶しときたいから撮ってるってだけね。
写真より目に映したい。いい感じですね、湘南の海は。まあ、それこそ昨日喧嘩したりとか、うん、まあ一番は喧嘩をしたくないんだよ。そこに使う体力を持ちたくないわけよね。なんか言い合いしてもさ、正直生産性ないやんか。まあお互いのストレスだったり気持ちをぶつけるっていうのはすごいいいことかもしれへんけど、うちさ、うん、彼氏とかと喧嘩したことないねん。マジでこんなんやけどさ、うん、多分うちはお兄ちゃんの地雷をとことこ歩くタイプの人間やねん。けどお兄ちゃんの地雷ってうちが普通に普段歩く地下道に落ちてんねん。うちの歩行者道路にお兄ちゃんの地雷があるってだけで、だからめっちゃ合わんねんと思う。でもな、多分な、俺な、彼女にそれ言われても絶対怒れへん、怒らへん。いや、わかるわかるわかる。そうやね、わかるわかるわかる。絶対兄弟に言われたからっていうのもあると思う。絶対そう。だから妹にされたら嫌がるよっていうやつ地雷な、うん、は普通にうちは踏んでいくタイプ。多分まあ正直かって年数は長いわけやんか、巨大やし。ここ最近はまだ大人になってる方よ。人格形成って10代ぐらいやん。10代の前半で作り上げられるやん。海外行ってて今もこうあれやわ、なんか大人になったなとかさ、考え方がやっぱちゃうわとか、うん、よく言われる、変わったなとか言われるけど、留学に行ったことによってもともとあった部分がさらに表になって出てきたってだけで、もともとこの考えやったし、もともとそういう相談をしてこんかったやん、お前はと思うで、うちに対して。自分のことはさ、まあ、生きた分だけ自分のこと見つめてるわけやからさ、見つめ返したり振り返ったりするわけやからさ、変わってないと思うけど、他人からしたら3日で人は変わるって言うやん。全部が一瞬で変わるとは思えへん。だってさ、3日でさ人変われたらさ、みんな善人になってるくない？いや、変わってないなと思うけどな俺。うん、多分兄弟やし家族やから、多分他の人が見るよりも深いところまで知ってるわけや、元々がな。そうそうそう、だから変わってないっていうんやと思うけど、だから浅い人からしたらその上目の方は変わってるの分かる、うん、悪い方の上目とかじゃなくて、性格がこうさ、なんか縦長やとしたらさ、この辺は変わりやすい部分は変わってるんやと思うね。まあ上の方、ね、そうけど、根本的な下のなんか階級の方はもし変わってないと思う。逆に変わった部分ある？ない。髪切っただけや。うるさいな。こういうとこうざいみたいなある？真面目すぎるとこやっぱり。まあ普通に地雷多いところかな。お母さんと似てる、マジで。ちょ、この話やめよう、なんかイライラしてくるわ。わかる。雨やむ？やむ。でもほんまにお互い気分ややねんって。あ、まあいや、せやわ、マジでせやわ。そうやろ、普通にせやわ。うん、YouTube 撮ってる、仲いいとか思うかもしれんけど仲良くないです。お腹空いてきたな。そうね、さきくん、あり、そうや、そうそうそう、海外のクラブよ。そこか。どういう印象やった？俺はさ、日本のクラブは行ったことあるけど、なんか日本のクラブってなんかこっち系わかる？こっち系遊びね。そう、じゃ海外のクラブは普通に、うん、もうなんかこんな感じ、わかる？踊り踊るって感じ、まあ、か熱唱してるか。 TikTok の動画でファンが熱唱してる人もいればさ、動画だけ撮ってるやつもいるやん。あ、はいはい、動画だけ載せてるやつやって、そのコメント欄でめっちゃ炎上してて、お前みたいなやつが来んなみたいな。あ、歌うな、歌ってないこと。そう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 、お前みたいなにわかファンがおるから、なんかヒップホップが汚れていくんやみたいな感じで書かれてる。極論やな。どっちもいいと思うけどな。大きい声で歌う人もそうやし、動画撮ってる人はその人を聞きに来てるわけやからっていうのもわかるから。音楽に正解とかなくない？ない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 。どっちも寄り添わなしゃあなくないって思う。ファンってミーハーのさ集まりやん、わかる？ミーはじめさ、みんなお前らもファミーハーやったやん。から好きになってファンになってっていうわけで、別にミーファーファンでもよくない？なんかヒップホップとかさ、ミュージシャンとかでさ、駆け出しの時ってさ、あーこれ TikTok で知ってほしくなかったなとかさ、え、なんで？と思うねんけど、うん、その方がさ、アーティストに貢献できるしさ、売れたらさ、もっとさ、いい曲ができるしとか、アーティストはな、知られてなんぼやろって思うな。むしろ子さんぶってくると思うね。この時から知ってましたって言われる分には、その本人もアーティストも嬉しいやろうから、うん、今の世の中自分の意見をさ、すっごい発信しやすいやんか。自慢かな。
自慢じゃない、自慢と独占欲じゃない。え、現代っ子ってさ、なんか口頭で自慢せずにさ SNS で自慢するような、人によりきりやと思うけど、それをさ日常的に見てるわけやん、今の私たちって。しんどくなっちゃうし、胃もたれするって感じ。なんかマジで SNS なんかジャンクフードって感じやな。え、食いすぎてええことないってマジで。なんかそういう自分やめたいなと思って最近読書を始めました。ここ、これ左、ここ、うん、あそこのなんとか食堂って書いてるところ。とりあえずご飯食べてきます。こんな感じです。じゃあその後で